アトムたち元気にやってるかな。あ、そうだ、いけない。集合時間は6時だ。急がないと遅刻だ。いやあ、手塚先生。いや、間に合ったかな。先生、僕たちも今来たところです。そうか、よかった。久しぶりですな。お元気でしたか。わーい、僕元気。待ちなさい先生。みんな元気そうで。なんだ、おい、誰だ。ロビタ侵入者。おろしなさいよ。不審人物。ロビタ、手塚先生だよ。手塚、誰ですか。こら、ロビタ。話しなさい、ロビタ。え？天魔君。話します。天魔博士。ようこそ、手塚先生。天魔君。おお、すごい車椅子。私の開発した車椅子でね。こうやってエアーの噴射で階段くらい降りられる。足の具合悪いんですか、博士。不自由はしてないよ。いやー、ひどい目に。天魔君、その足、実験中の事故だったよね。ねえ、先生、ドクターだったんでしょ。見てあげたら。そうだ、ブラックジャック、彼に見てもらおう。私のオペは高くつきますよ。ブラックジャック。遅くなりました。ピノコ、君呼んでなかったのに。待て、まあ、よく来てくれて。いつブラックジャック先生と結婚させてくれるんや。いや、その、あ、天魔君、これで揃ったのかね。はい。いつなんや。わあ、広い廊下。みんな、我が屋敷へよく来てくれた。今日集まってもらったのは、手塚先生の働きかけで、私たち手塚ファミリーが20世紀最後の、そして来るべき21世紀を迎えるにあたってこの屋敷で。要するにや、全手塚キャラクターが集まって行う20世紀最後の年越し大宴会じゃよ。さすが先生、すごいですね。まあね。つまりじゃ、21世紀の人と自然の未来を願って、また科学と文化。おい、待ってくれ。ここが会場となる大ホールだ。でっかい部屋。準備のため君たちには早めに来てもらったが、私のロボットたちがすでに働いて手は足りている。聞けません。あれ食べる。ダメです。何かあったら声をかけるので、それまでゆっくり休んでいてくれたまえ。受付が始まるのは夜11時。各自部屋を用意した。先生は最上階の奥の部屋を使ってください。ごゆっくり。ありがとう。ブラックジャック君、君はその隣の部屋だ。嫌なんや。直接来てくれ。お借りします。ごめん。いいの、あれ嫌に大事そうね。何入ってんの。何。お菓子。なんでもないの。変なの。あと、はい、頼みがあるんだが、部屋に来てくれんか。おもちゃ、お菓子、のします。なんだよ、子供じゃないんだってば。やられた。あと、最近気になることがあるんだ。みんな心配するから誰にも言わないでほしいんだが。どうしたんですか。実はな、最近誰かにつけられているような気がするんだよ。監視されているというか、無言電話があったり、差出人不明の郵便物とか。ストーカーですか。さっきも屋敷の庭で怪しい人影を見たんだ。念のため辺りを見回りしてくれんか。
私は部屋で休んでるよ。あ、ブラックジャックさん。最上階は手塚先生とブラックジャックさんだけなんですね。雪が降ってきたようだ。今夜は冷えそうだ。大丈夫？博士、もう飲んでるんですか？あ、ワトさん、まさかお酒？私はケーキ。お前も飲むか、アトム。いいですよ、飲みすぎないように。アトム、どうしたのかな？みんなの様子を。そうか、私は部屋にいるよ。はい。やめてください。準備の邪魔になります。うるせっちゅの。卵を3つ、冗談すぎよ。あ、ボタン？あ、曲げて曲げて先生のためなら。子供じゃないってことか。最上階で何か起こったらしい。え？おい、アトム！まさか、手塚先生！わしらも行くぞ。あ、博士！ワトさん、最上階で何かあったらしい。あ、ワトさん、なぜ外に？そんなことより、私たちも行ってみましょう！おい！アトム！天の博士、先生の部屋で警報が鳴った。行ってやってくれ。はい。お、手塚先生、先生、手塚先生。先生は？返事がない。鍵がかかってて。僕がやってみます。アトム、ドアをぶち破る気か？シャラク君、絆創膏が。中はどうなってるかわからないんだぜ。このタイプか。硬い棒みたいなもんないか？ あるわ。これ、オッケー。先生！何をしてるんじゃ。シャラク君が鍵を。待て、特殊なロックシステムだ。キーじゃないと開かない。開いたぜ。消えた。中から鍵がかかっていた最上階のこの部屋で、部屋は荒らされ、窓ガラスが割られている。バルコニーの下は海、隣はブラックジャックさんの部屋。ブラックジャックさん、何か隣で聞こえましたか？聞き耳を立てていたわけじゃないんでね。ただこの部屋から変な物音はしなかった。それに先生も部屋から出ていない。子供は寝なさい。違う、違う。これ血痕じゃ。なんじゃと？確かに血の跡じゃ。あ、これはなんじゃ。ロープの切りくずも。え、そ
それじゃあ状況証拠だけを見ると何者かが窓を壊し侵入し先生を連れ出した。しかも先生は怪我をしている可能性がある。あんた、いやに冷静ね。気取っちゃって。とにかくだ、手塚先生は消えた。警報が鳴ってから10分足らずでエレベーターも階段も使わずこの部屋から消えたんだ。不可能よ。そうじゃ、どうやって。さあ、シャーロック・ホームズじゃないんでね。シャーロック、シャヤク。博士、お客様です。おお、フェーク宣伝ヒゲおやじさん。おお、出たな。ドア開けてくれよ。ちょっと早く着いちまった。あ、そうだ、怪しいやつ捕まえたぜ。屋敷の外でうろうろしてやがった。それは一足じゃ。アトム。は、はい。もしや先生の言っていた怪しいやつでは。僕もそれを。あ、でも天馬博士、なぜそのことを。いや、私も先生に相談されたんだ。さ、下へ行こう。はい。ん？あれは…いよー、みんな揃ってんな。すまねえな、出迎え。俺様の人気もまんざらじゃ。いや、親父さん、怪しいやつって。おうおうおう、こいつが窓から屋敷の中を隠れて覗いてたのよ。こいつのこった、また何かいたずらでも考えてたんじゃねえか。はまえんけ。お日柄もよろしいようで。はんやな、なんだよ。返せ、返せ、返せ。知らねえよ。なんのことだよ。避難校、やめなさい。いきなりなんだってんだよ。お前こそ何をしてたんじゃ。いや、その俺は手伝いしようと思ってさ。おいおい、でどうしたんだい。実はな、その手塚先生が消えた。消えたね。消えた。三方を海に囲まれたこの屋敷に来るには一つの道を通ってくるしかない。あれは青く光るバラ。ひげおやじくんが屋敷に来るとき誰ともすれ違わなかったとすると、犯人と先生はこの屋敷の中にいる。きっとどっかに先生いるはずないよ。先生、うるさいっちゃも。アホ。何？やっぱりいなかった。そうですね、この名探偵バンがきっと犯人を。ん？なんだ？なんだこの…この犯人目が…この音は引き戸。引き戸です。あ、シャラク君、ダメよ。ちんたら探してられるか。屋敷じゃ怖い。それもいいかもな。待てよ、あの部屋。あれ、ワトさん、お腹すいた。先生、あれ、なんだろう、あれ。これは。屋敷の中と外、あれだけ探したってのに犯人どころか猫の子一匹いねえじゃねえか。そろそろ縄を解いてくれちゃどうなんだ。うるせえ。おう、天馬の旦那、他に隠れるところはねえのかよ。先生、どこ行っちゃったの。みんな聞いてほしい。屋敷の中も外もくまなく探した。またこの屋敷から出て行った者がいないことはひげおやじくんと設置された防犯カメラによって確認された。ということは犯人は我々の中にいる。でもそれなら先生はどこに。この屋敷は海に囲まれている。すでに海の中、
ていうことかね。やめて。ちょっと待ってください。落ち着いて考えましょう。そうじゃな、初めから思い出してみよう。確か警報が鳴ったのは8時頃。あ、ブラックジャック君。私が部屋で休んでいると突然隣の部屋でガラスの割れる音がしました。警報も鳴ったので廊下に出てみると、サファイアが。そらおかしいの、君の部屋は2階のはず。違うんです、私先生に用事があって。でもお休みの様子だったんで、そのまま自分の部屋に戻ろうと。その時大きな音がして先生の部屋に行こうとしたら。そういえば何か紙袋を持っていたわよね。あれはそういうワトさんだって中庭で何をしていたの？私見たわ、誰もいない中庭で。あれワトさん。雪の中、何か周りをすごく気にしてた。それは。そういえば中庭から駆け込んできたの。違うの、あれはその雪が降ってきて、ほら綺麗だから指に怪我を。あとシャラク君、絆創膏が取れていたが。シャラク君、三つ目になった時のことを覚えてないんです。誰が絆創膏を取ったのかね。僕の顔が。シャラク君の持ってるあれ。それはロビタが悪いんだ。キノコがケーキ作っている時、ロビタが邪魔しに来て。そういう時、離して。シャラク君の頭に偶然クリームがかかっちゃったのよさ。それをロビタが拭いたや、絆創膏が取れたんや。どうしたの？おい、天魔ってやつは結構な科学者らしいじゃねえか。どこにいるんだ？多分お部屋かと。ありがとうよ。キノコ様が悪いと。それじゃあお茶の水と天魔博士はどこにいたのか。わしはここで飲んだった。あれ博士、私は自分の部屋にいたなあ。アトム。はい。天魔博士、どこか怪我でも？消毒液の匂いがしますが。ああ、いや、これはさっき手首を切ってしまってな。ねえ、どいつもこいつもアリババつもんがねえじゃねえか。アリバイだよ。え、こりゃひでえや。アトム、一体何のつもりじゃ、またここに戻ってきて。少し事件を整理してみたいんです。確かに先生は部屋で休んでいた。しかし午後8時警報が鳴った時、ブラックジャックさんとサファイアさんがガラスの割れる音を聞き、先生の部屋に駆けつける。そして約5分後鍵を開け、全員が部屋に入った。しかしすでに先生は消えていた。血痕を残して。三方を海に囲まれた最上階のこの部屋で、つまり犯人と先生はどうやってこの密室から抜け出したかだ。ブラックジャックさん、あなたの部屋見せていただけませんか。ブラックジャックさん、バルコニーに出ましたか。いや、窓が開かなかったもんでね。ブラックジャック先生を疑ってんのかな。こら、止めよ。あ、いや、うん。どうしたんじゃ。ん、これはアトム、メスに血が。ブラックジャック君。先生。は、わかりました。犯人が。確かに犯人はこの中にいます。そして先生は無事です。アトム、先生は無事だと言っていたが、一体どこへ行くつもりだい。これから犯人を追い詰めていくんです。犯人を。ここはサファイア君の部屋だ。サファイアさん、もう教えてくれてもいいでしょ。紙袋のこと。あ、僕見たんです。部屋を開けるためにシャラックに渡したもの。分かったわ。
先生にプレゼントね。やるじゃん。でもみんなに言うの恥ずかしくって、ほころびはあるしヨレヨレだし、それにまだ完成してなかったから。だからサイズ合わせしようと先生の部屋を訪ねたんだけれど、勇気がね。そんなことはない。素敵なプレゼントだよ。おいアトム、今度はなんで。はい、アトさん。え、その指はどうしたんですか。これはその、これは博士がバイオテクノロジーを駆使して作ったものです。気温が下がると花が開き光ります。今夜雪が降ったからでしょう。博士は詩人なのです。あの顔で。雪が降ってきたから外へ出てみたらこれが咲いてて、先生に花束にしてプレゼントしようとしたらトゲで手を切っちゃって。じゃあ中庭で周りを伺っていたのは。だってみんなにバレたら照れちゃうじゃない。今度は暖炉の前か、アトム。はい、博士、さっき暖炉の上を気にしてましたね。それは…なんか怪しかったですよ。いや、ん？あれ？あ、触っちゃいかん。博士、これ壊したの博士でしょう。すまん、落として割ってしまったんじゃ。ミノコ様はもっと壊しています。にゃにー、お前も壊してた。おい、あったの。っていうことはお茶も犯人じゃねえってことか。はい。なら残るはハムエッグ入れて4人か。俺も当たり前よ、アリバイがねえ。だったらヒゲさんもだろ。何、わしが犯人だってのか。残念ながらお二人とも犯人ではありません。ヒゲオヤジさんが屋敷に来てから外を見に行ったんです。正門前の雪の上にヒゲオヤジさんの足跡がありました。犯人ならとっくに足跡なんて消えています。どうで。ロビタ、さっきの落とし物頼むよ。タイムです。さっきロビタが落とし物を見せてくれたんです。はい、玄関の植え込みに落ちていました。ハムエッグの大冒険。ああ、これはよ、オイラが書いたんだ。先生に作ってもらおうと思ってね。それでストーカーのようにつけ回していたのかね。だってみんなにバレたら反対するだろ。当たり前だっつうの。皆さん、僕一から事件を考えてみたんです。犯人はなぜこのようなガラスの割り方をしたのか。大きな音を立て、しかもほとんどのガラスが割れるように。もしかしたら犯人はこの事件発生を僕たちに知らせたかったんじゃないでしょうか。なぜじゃ、どうしてそんなことを。それは僕たち全員をこの部屋の前に集めたかった。どういうことじゃ。犯人にとってその方が好都合だったからです。それではどうやってこの部屋から移動したか。皆さん、今度はブラックジャックさんの部屋へ行ってください。博士、窓を開けてください。しかしこの窓、ブラックジャック君が開かないと。なんじゃ、開いた。アトム、なぜ開いたんじゃ。これ見てください。これはロープ。どうしてこんなとこにロープの結び目が。よく見てください、ロープに少し血がついています。ということは犯人はこれを使ってバルコニーを移動したと。まさか。わかった、犯人はブラックジャックおめえだ。ロープを伝って先生誘拐したな。このロープを見せたくなかったから窓が開かねえなんて嘘言ったんだろ。ヒゲオヤジさん、この雪の中を一本のロープを伝ってバルコニーの間を渡るなんて不可能です。そらヒゲ。でそのなんちゃって。しかしブラックジャック君はなぜ窓が開かなかったなんて。博士、足元を見てください。ん、なんじゃこれ。太い針金じゃが。さっき見つけたんです。博士、手のひらに乗せてみてください。ん、なんじゃ、伸びていくぞ。形状記憶合金です。犯人はこれをあらかじめブラックジャックさんの窓の外側に仕掛け、窓が開かないようにしていたんです。形状記憶合金の特性を考えて、気温の変化を利用したトリックです。そしてその仕掛けが外されているということは、犯人がバルコニーを何らかの方法で渡ってきた証拠でもあるんです。なあ、じれってえな。一体犯人は誰なんで。そうじゃ、さっぱりわからん。わからん。わかりました、
犯人は天馬博士、あなたが犯人です。この私が？そうです、天馬博士が犯人です。アトム、私が一体どうやって？そうだよ、ロープの上を車椅子が取っていくわけにもいくめ。その通りです。でも車椅子が重要なんです。思い出してみてください、天馬博士の車椅子を。アトム、何を勘違いしてるのかね。確かに私の車椅子は特製だが、空を飛べるわけじゃない。バルコニーの間をこの車椅子で渡るなんて不可能だよ。飛ぶ必要はありません。こういうことです。犯人は8時前、あらかじめブラックジャックさんのバルコニーにつなげてあったロープを手繰り寄せ、先生の部屋で自分の乗る車椅子に結び、バルコニーに出て窓を閉め、部屋にあった椅子を使って自らガラス戸を割ったのです。そして警報装置を作動させ、ブラックジャックさんが部屋を出るのを確認し、再びバルコニーに出て、その車椅子を使ってバルコニーに飛んだんです。車椅子のエア噴射の力とロープを使って、そしてブラックジャックさんのバルコニーの下に宙吊りになった。待ってくれ、そこからまさかよじ登ったというのかね。不可能だよ。それも簡単にできます。僕見たんです、天馬博士の車椅子からロープが垂れ下がっていたの。それで気づいたんです、犯人は今度電動車椅子の動力を利用したんだと。車椅子の動力シャフトにロープを絡みつかせ、ロープを巻き上げバルコニーに上がったのです。そうとは知らず僕たちは部屋の前に次々集まってしまった。犯人はブラックジャックさんの部屋のバルコニーに上がると窓の仕掛けを外し部屋の中に入った。しかし犯人は予測できないアクシデントによってミスを犯しました。一つは部屋やメスに残された血痕です。あの血は犯人のものなんです。おそらく窓ガラスを割った時誤って手を切ってしまったのでしょう。次に雪が降ったためロープの結び目が凍りついてしまったこと、そのため犯人はブラックジャックさんのカバンからメスを借りロープを切るしかなかった。最後にシャラック君が予定より早く鍵を開けてしまったことです。慌てた犯人は残されたロープ、そしてメス、また窓の仕掛けの証拠を拾い忘れてしまった。バカな、私を疑ってるのかね。みんなアトムの考えた想像だ、何の証拠もない。無理は良くない、右手を怪我してるんでしょ。見てあげますよ、サービスで。ついでに博士の血といろいろなところについていた血痕を血液判定してみましょうか。天馬君、アトム、おかしいぞ。わしゃエレベーターで天馬君と一緒にこの最上階に来たんじゃ。その天馬君がどうやって？それは僕にも分かりませんでした。シャラック君のポケットの中に入っているものを見るまでは。え、なになに、これ？あ、なに、返してよ。さっきシャラック君が暖炉の前で遊んでいたんです。皆さんは気づかなかったかもしれませんが、これが重要なヒントだったんです。犯人の考えたトリックの。トリック？天馬くん、天馬が逃げた。どうした？鍵が開かねえ。落ち着いて、中から鍵は開きます。あ、そう。どこだ？くそめ。あ、エレベーターが動いてる。下に向かった。なに、行くぞ、のび太。おい、シャラク君。はい。ブラックジャックさん、もしや犯人のこと。事件の後部屋に戻ってね、バルコニーのこともメスにも気がついたよ。付着していた血液はすでに血液判定済みだ。天馬博士は本当の犯人じゃない、あの人のことだ。何か考えがあるんだろう、付き合ってやろう。はい、よく言ったな。エレベーターは1階で止まってた。この階にいることは間違いねえんだ。おお、動いた。なんだこいつら。後半
と日傘どうしています。何、私たちを侵入者として見てますね。じゃあ襲ってくるのか。なんとかしろよ。おい、こんなとこにいると踏みつぶされちまうぜ。先生はどこ。はい、やるの。大丈夫ですか。おお、ワトさん、シャラクが取っちゃった。よーし、わしもやったるで。博士、アトム、くっ、ああ、消えるな、くっ、イエーイ。しかし派手にやったもんじゃの。でもな、これプラスチックなんじゃよ。よくできてるが全く切れん。危険はないと言おうとしたんです。テンマ博士はどこに。俺に心当たりがある。ついてきな。ここに何があるんじゃ。凡人にはわからないと思うがね。階段路。地下室か。天魔を探すため屋敷をうろついていたらここを見つけたってわけさ。ここが天魔の実験室だ。さっき持ってたものもここから持ってきた。うわー、不気味。あれ、何なのよ。これが俺の持ってたやつの完成したもんだ。これは何じゃい。天魔が作ったバイオマスクだよ。どんな顔でもそっくりに作ることができる。この人工皮膚を使ってね。それがこのマスクの元ってわけか。ピノコ、あんなブスじゃないのよ。シャーほう。シャラック君の持っている人工皮膚に気がついて、天魔博士が長年人工皮膚の研究をしていることを思い出したんです。ようこそ諸君、よくここが分かったね。天魔博士。おい天魔の、これは何の真似で。君たちは考えたことはないかね。手塚治虫がいなくなればいいと。天魔君、何を言い出すんじゃ。確かに我々は手塚治虫によって生み出された。そして多くの人々に作品を通してメッセージを送り続けている。しかしそれによってこの世界が変わったかね。自分勝手で残酷な人間たちは自らの住む世界を汚し、繰り返し自然を破壊していく。また人間同士の愚かな争いは決して絶えることなく続いている。この緑の星地球は人間たちによってすでに断末魔の悲鳴を上げているんだ。手塚治虫さえいなければこんな世界に生まれてくることもなかったはずだ。待ってください。それは違います。僕たちは生まれてきたことを後悔したことはありません。そうじゃ、それはわしら一人一人に大切な先生の気持ちが込められているからじゃ。おいよ、世界中の子供たちに伝えなければいけねえメッセージってやつがよ。そりゃ、先生の気持ちピノコ伝える。伝えます。それは人間だって動物だって植物だって変わらない。命あるものは全て平等なんです。そして生きること、互いに慈しみ愛し合うことは素晴らしいことだと先生は教えてくれた。そうだ、こんな時代だからこそその気持ちを伝えていかなければならないんです。手塚治虫の子供である僕たちが。天魔君、目を覚ますんじゃ。先生を返して。先生どこよのさ。みんな、先生涙がこぼれてますよ。もう十分ではないですか。天魔君が二人いる。みんなすまなかった。手塚先生にどうしてもと頼まれてね。お、天魔博士、天魔博士で、こっちも天魔博士で、こっちも天魔博士。あたしピノコ。あれ、後ろにいる本物の天魔博士は協力者で、真犯人は別にいたんです。この事件を計画して実行したのは天魔博士に変装した手塚先生、そうですね。いや、すっかりバレてしまったようだね、アトム。このマスク結構苦しくてね。先生。いや、ごめんごめん。あ、
ごめんごめん。心配してやけん。先生。いや、そんな泣かないで君たち。アトム、こりゃ一体。こういうことです。車椅子を使ってバルコニーからブラックジャックさんの部屋に入った本当の犯人、それは天馬博士ではなく手塚先生だったのです。アトムの言う通り、先生はバイオマスクをかぶって私に変装したんだ。私が開発したこのマスクは声も変えることができる。もともと医学のために発案した人工皮膚だがね。それを先生が利用したということです。何も知らない僕たちは鍵を開け先生の部屋に入った。その時手塚先生と天馬博士は入れ替わり、本物の天馬博士はエレベーターで開花へ。そして先生はこの時から僕たちと行動を共にしていたんです。この事件は全て先生が考えたお芝居だったんです。そういうことじゃったか。なるへそ。先生、先生、教えてください。なぜこんなことを？みんな、本当にごめんなさい。でも僕は…お兄ちゃん、どこに行っちゃったの？もうみんな集まってるよ。いかん、あと20分で21世紀だ。なに、ケーキできてないのら、行くぞ、ロビタ！おりゃ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 。先生、本当にどうしてこんなことを？さあ、私たちも上へ行こう。でも…先生…ブラックジャックさん、先生はどうしてあんないたずらを？いたずらか…しかし忘れかけていたんじゃないかな、私たちは。え？お前さんが言った気持ちよさ。さあ、急ごう。はい。みんな、どうぞ。みんな、今日は本当によく来てくれたね。21世紀はもうすぐです。これからもよろしくお願いします。乾杯！先生！できたのね！特製ケーキが！こんなのばかしです。みんな、今日はごめん。でも、みんなの気持ちが分かって本当によかった。僕はそんな君たちといつまでも一緒にいたい。けれども、人の命には限りがあるんだ。だから、永遠の命を持っている君たちが、僕の気持ちを、この思いを代わりに伝えていってほしい。そして、これから先ずっと、今の子供たち、これから生まれてくる子供たちと一緒に、この素晴らしい地球を守っていってほしい。君たちなら、安心して任せられる。今日まで本当にありがとう。そしてこれからも頼んだよ。お？ここは？さあ、私と一緒に行きましょう。どこへ？あなたの魂はコスモゾーンとなって宇宙でいつまでも輝き続けるのです。あれ、先生は？みんな、カウントダウンじゃ。5、先生。4